人気 VTuber、うん、千葉黒野の麻雀なぞなぞを解こう。おお外部から企画者を呼んでいただく、そして向こうの視聴者をこっちに取り込もう。言わんでいいのに思っても言うな、内心でとどめといていいのよ。ね、伝わってはきちゃったけど。リオです。ママです。古川です。エイジです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。皆さん、人気 VTuber の千葉黒野さんをご存知でしょうか？もちろんです。麻雀の。はいはい。ショタコンで有名な。それが一番に来る人ではないだろう。近代麻雀というね、麻雀雑誌にも新域の一覧という連載をしている。VTuber、 いやすごいね、連載持ち。本当に VTuber その中でもお手本のような麻雀をという実力者の方で、新規レーグとかも出てて、私実況させてもらったこともあります。プロから見ても強いんだ。すごいね。エンタメもできるし、でも実力もあるみたいな、本当に素晴らしい方です。すごい。そんなね、千葉黒野さんね、ツイッターで麻雀などなどというものをですね、ツイートしたんですよ。すごいな。実際例を出してみましょう。役満を上がるのが得意な大物外国人レスラーってなんじゃ、なんじゃって答え、スタンなんですけど、すごいな。でもこれって絶妙で、役満って言われてスッタンって逆にプロの人って出るのめちゃくちゃ遅いんですよ。確かに、酷使とかね、その辺から考えちゃう。いやそうね、だからもっと答え出させようとしたら、数暗号を上がるのが得意なとか、ダブル役満を上がるのが得意なになるわけじゃないですか。ちょっとまだぼかしてあるのと、なぞなぞの中でもう若干クソなぞなぞが、それがおもろいにかけてるなぞなぞっていう、すごいセンスだね。今回はそれを早押し形式でやります。正解のプラス1点、後藤はおとがめなしでやっていきます。ということで早速やってみよう。では参ります。問題。炊きたてのお米にのせるだけで満願になる佃煮ってなんじゃ。炊きたてのお米にのせるだけで満願になる佃煮ってなんじゃ。おお、佃煮が限られますよ。そうだよね。佃煮、裏のりの佃煮、おお、裏ドラが乗ったんですね。そうそうみたいなことだと思うんですけどね。でも満願になる、満願ですから。そうか。これ裏もろのりの佃煮っていう、すげえのったら満願で、さすがにのりもっとか、ご飯ですよ。わあ、すげえ綺麗、ちゃんとしてる。すげえちゃんとしてるね。ご飯ですよ。字で見るとおもろい。スイートで見られると笑っちゃう。4班5班が満願になりますからね。5班ですよ、満願ですよ。確かに4班で満願にならない時あるからね。そうなんですよ。5班絶対だからな。ここら辺は厳密なんだね。次の問題参ります。ハツとチュンをポンしてそわそわしている人にアシストしてくれる動物ってなんじゃ。なんじゃが白中スクジラ。うおー、すげえ早いな。早いすごっ。これどういうことですか？ハツとチュンを泣いて、あとね、ハクの泣けばもうね、財産権できますから、ハクね、その国を入れれば白ですから、白を泣かすクジラ。いやー、そうね、架空のものを答えるスピードじゃないのよ、マジで。白に行ったのが早いとかじゃなくて、かなーが早いのよ。ご飯ですよはあるけど、いないんだもん、そんなクジラ。なぞなぞって結構そういう時ある。あるね。いやマジで俺なんかもうどうしていいか分かんなくて、パオキョカペンギンみたいな。パオはね。問題。同じ料理が4つずつ出てくる中華料理フルコースってなんじゃ。モモさん。スパンツ全席みたいな。ああ、なに、同じ料理が4つ出てくる。満貫全席。もう一回言って。そっち系だと思いますよね。同じ料理が4つ出てくる中華料理フルコースってなんじゃね、まあいいとこ行ってると思うんですけど、ここで正解があるから、そうそれを言わないとね。そう、絶対勘ですよね。安官全席。うわー、シンプルだった。安官考えすぎちゃった。なるほど、安官だったのか。安官、これどういうことですか？自分の手の中で同じ牌が4枚揃った時に安官って言ってね、こう4枚カンって言ってさらすことができるんですけども、まあそういうフルコースなんでしょうね。そうです。バードオフ4つです。そう、出てくる。こんな振らないよ。それでは次の問題参ります。2から8の数杯だけで作った鶏料理ってなんじゃ。鶏料理、鶏料理、鶏料理、鶏料理って、はい、タンヤオチキン。おお、でもあんまりいいわけないんだ。そうね、もうちょっと納得度高い気がする。サムゲタンヤオ。俺だって別にこんなこと言いたいわけじゃないんだよ。一回言ってきますじゃん。チキンタンヤオ。それなんですか？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 え、チキンなんだ。全然違う。なんで多いんだよ。まあ単用ですよね。まあ単用。ここからだから。役は単用ですよね。今のね。でもだけなんでしょうね。だけなんでしょうね。だけで作った鶏料理ってなんだ。タンドミーチキン。うわー。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。まさか単用のことを。タンドミー。タンのみって言うかな。泣いてのタンヤオ、食いタンって言うんですけども、タンヤオを略したらヤオよりはタンだなと思います。確かにね。はい。まあ師匠が言うにはタンのみ。タンのみって伸ばしてんのめっちゃ悪い。まだまだ問題あります。嬉しい。もうめっちゃやりたいよ。全然まだまだある。やった。めっちゃやる。問題。終わりにしよっかな。やっぱりまだ打とうかなって言いながらずーっと麻雀する魚って。もしらす。なるほど。どういうことですかこれ。雀荘ってやっぱり他にお客さんが待ってるから、うん、もうこのゲームで終わるよっていうのを従業員の方に伝えなきゃいけないんです。その時にまあラスハンとか言うんですけど、もしかしたら終わるかもなっていう人は店員さんにもしらすって言うんですね。もうあるんですね、もしらすって言葉。もしらすっていう言葉が雀荘ではよく聞く言葉なので、これはちょっと雀荘に行く人じゃないとなかなか。そうね、生きた麻雀用語だね。はい、これはね、まあ雀荘でバイトしてたこともあるので、これはちょっと有利だったかなと思います。いや、知らないことは覚えていきたいからね。それでは次の問題参ります。問題。全通してくる人しかいないスポーツの祭典ってなん。いやー、負けた。オリンピック。ああ、なるほど。はいはいはい。こんな押し負けあるんだ。ひらがなひらがな。オリンピックですね。答える方はもう普通にね、オリンピックっていうのと変わんないから。こっちはね、別になんかもうそれしかできないから、こっち滑ってるみたいなことないわけですから、この字が一番おもろいみたいなのはちょっとね、しょうがないからね。では参りましょう。はい。本当にまだまだ。嬉しいな。無限にあると思ってる。いっぱいやりたいからね。はい。いきます。問題。上がるのが思わず申し訳なくなっちゃう街ってな。スーマン街。なるほど。ごめんだから、ごめんちゃん。なるほど。ああ、なるほど。数万待ちで。まあまあまあ、良さそうだね。最初に俺も数万待ちかなと思った。ごめんちゃん。ごめんちゃんね。書いてあるから。そうね。書いてあるんで。あと、ごめんちゃんの中に数万含まれる時あるからね。ああ、なるほど。テンパイした、あと一つで上がりだっていう時に、上がり牌が3つあることを三面張りと書いて三面ちゃんって言うんですけど、5個ある時もあるんですよね。例えば、4445678みたいな形が残ったテンパイ系だと、369と58待ちなんですよ。で、待ちが5種類あるのごめんちゃんって言ってるので、本当に数万含めてほしいんですよ。数万含むときは33345、もう一回やる。大丈夫です。はい。こんなのが続きますけど大丈夫ですか？いやいい。もっとやりたい。ではいきます。問題。難しい手配ばっかり来る川ってなんじゃ。難しい手配。テムズ川？テムズって言わないでしょ、テムズ。テムズ川。手は出なんだよ。まあまあそうだよね。そうね。言われないで天むずって。天むずかは。これはそのままでしたね。はい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 。どうですか？やばい。はい。問題。すぐ泣く動物たちの生態を書いた小説ってなんじゃ？もういいね。すぐはい。チーポン動物記。いいなそれ。血が悪いね。血が悪い。血が悪い。でもこれ違う。元はどういうことですか。まあシートン動物記ね。ああそういうことか。ちょっと勇気が出ました今。知らった時恥ずかしいから。たまにある。もう今日こういうのいっぱいあると思うね。いやチーポン動物記めちゃくちゃいいな。いきます。はい。問題、チーと同時にポンされたけどどうしても泣きたいお弁当ってなんじゃ。お弁当お弁当お弁当チーとポンが同時だけどチーをどうしてもしたい。チーをどうしてもルール上ねポンがそうですね優先されるんです。はいどうしても泣きたいお弁当。弁当はねそんな種類ない。そうない弁当で言ったとしても泣くのうち弁当。いや、泣くのうち弁当までは言ったのよ。それしか浮かばなかったんですよ。関西の人だった。泣くのうち。強調してる。主張強い。びっくりマークついてる。いや、よくそんなのもうまあよくな無理だろそれを思いつくのが。答えるのはできるけどまだね思いつくのはむずい。まだ問題。嬉しい。やりたい。8000問。うん。これは本当にやりたいな。問題。新鮮な海の幸と酢飯をたっぷり使った薬まんってなーん。大数詞。おお。今小数詞あちょたっぷり使ってるから大数詞に変えました。小もあるからね。ちなみに文字はこういう風に。数詞。大数詞お見事ですね。大の要素たっぷりしかないですからね。はい。まだ問題ございます。参ります。うん。問題、タイトルを読んでる途中で上がり牌が出た映画ってなん。ホームアローン。あが大事だよ。タイトル読んでる途中だったのホームなんちゃらっていうタイトルをやったんだろうねきっとね。散漫なんだよなマージャン中違う話してんだもんだってアローン。千葉さんに聞いたらこれが一番大きい。もっといろいろいいの他にもあったと思うよ。これもいいけど。問題以上。結果はももさん5点、ゆるかさん2点、AD5点でももさんAD勝利。なぞなぞの AT さんにどうにか麻雀プロとして並ぶことができてよかったなとちょっと安心してます。はい、そしてより千葉さんのこと好きになりました。いや本当にそのセンスのいい問題が多くてね、白の赤スクジだったんですごい答えてる気持ちよかったんですけど、ちょっとチーポン動物ってちょっとね勇気がだいぶちょっといりましたね。まあ面白かったですけど、はい、なぞなぞ好きなんですけど今回は AT がなぞなぞでは相当切れまくってて、で麻雀知識ではももさんがやっぱさすがだったのでなかなかかなわなかったですね。でも僕2問正解だったんですけど取ったのが泣くのうち弁当とホームアローンだったのでいい正解すぎてちょっと悔しい、なんかこの取った人が嬉しい気持ちになるクイズを作るのって結構難しいんですけど、もう師匠がもうすでにそれをねクイズ作家じゃないのに作られていてすごいなと思いましたね。概要欄にですね先輩師匠のチャンネルと Twitter のリンクを貼っておきますのでフォロー登録よろしくお願いします。以上本日のカプリキオでした。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。